どこかの誰かがセックスしたり不倫しても、お前の人生には何の影響もない。炎上も同じ。どんな理由でも炎上したときは、そこが絶好のポイントだと認識すればいい。それをうまくクリアできた人は、さらに上がってゆく。こいつすげえわ、と思ってくれる人が増えれば、またファンは増える。許せない、というファンは必ず出るが、この人なんかいいよね、と言ってくれるファンも必ず出てくる。例えば、もう亡くなってしまったが、勝新さんの有名な話。大麻で捕まり、メディアの前で晒し者となった。多くのメディアの前で叩かれた時、彼らの前で真顔で言った。気がついたらパンツに入ってたんだよな。もうパンツは履いちゃダメだな。やばすぎる。あんなことを真顔で決めて言える人、そりゃあ好きになる。瞬間で惚れてしまう。この時に否定する人がわんさか出たのも事実だが、同時に、そんな勝新さんに惚れたという人も異常に増えた。つまり、ポジショニングが取れているということだ。この人やばいな、というプラスともマイナスとも取れる不可解なエネルギーが、もともとのネガティブから起きた波に乗り、その影響力が今まで興味のなかった人にまでドーンと届く。